めたけど。何ですか。どうも料理人さん、リュウジです。はい、ということですね、今回はですね、至高シリーズでございます。至高の調味料です。今回は至高のマヨネーズ。僕ね、結構なマヨネーズ、他の料理も使うんですけども、単体でめちゃくちゃ美味しい。これさえ作っておけば、お野菜がですね、もりもり食べられるというね、最高のマヨネーズです。野菜つけても美味しいし、ゆで卵も美味しい。あと、ボイルしたエビとかね、最高ですよ。それぐらい美味しい。最高のマヨネーズ。しかもですね、作るのものすごい簡単なんですよ。なんで今まで作んなかったのかなっていうぐらい簡単で、美味しいマヨネーズになりますんで、もしかしたらこれ、買わないかもしんない。もう、マヨネーズ買わないかもしれないです。はい。そんなですね、最高のマヨネーズ、作り方を、これからやっていきたいと思います。さあ。リュウジのバズレシピ。はい、材料ですけども、今回は至高のマヨネーズなんで、調味料っていうことで、調味料もちゃんと言っていきたいと思います。卵は全卵1個です。はい、卵黄を作るタイプのマヨネーズとかもあるんですけども、今回全卵。はい、僕は全卵が一番好きです。卵白は無駄にならないんでね。はい。そして、レモン汁。小さじ2杯分使うんですけど、今回はね、この生のレモン使います。もちろんね、コンクのものでもいいんですけども、生のレモンの方が香りがすごく立つんで、生のレモンがあればあった方がいいですね。あとあれば、ホワイトペッパー。なければね、普通の、粉胡椒でもいいんですけども、ホワイトペッパー。僕はね、たまに使うんですけども、至高シリーズとかで。ホワイトペッパーがあると、風味が立ちますんで、あとね、マヨネーズの色を邪魔しないホワイトペッパー。あと、お塩ですね。マナブです。はい。そして、味の素。卵と油だけだと、旨味が全然足りないんで、素材だけで食べるとしたら、このね、グルタミン酸の旨味を添加するのは必須です。これ、実は市販のマヨネーズも入ってます。なので、今回は、これ使います。汎用性のあるものにするために、アミノ酸入れていきます。はい。あと、ニンニク、これね、こんなにいきます。ほんの少し。もうね、入ってるか入ってないか分かんないぐらいの量で、少しだけおろしてみます。はい。これでパンチを効かせます。で、最後に、米油。はい、これね、今どこでも売ってます。はい、米油がいいです。サラダ油でももちろんできなくないんですけども、サラダ油って結構ね、生で使うようにできてないので、えぐみが出てくるんですね。なので、できれば米油、もしくはひまわり油、あのあたりのえぐみがなくて生食用に向いてる油が一番美味しいです。なので今回は米油使っていきますけども、なければサラダ油でも大丈夫です。米油の方が至高ですね。でもね、はい、多分あんまり出してないと思う。これこれね、ハンドブレンダーなんですよ。これがあるとかんましてもできるんだけど、泡立て器で死ぬほどめんどくさいから、多分ね、これを噛まないかったら多分計測して作んないと思うんで、僕はこのハンドブレンダーを今回使います。これがあれば、新鮮でめちゃくちゃうまいマヨネーズが毎日食えます。なんで買ってください。これホイッパーとかでもいいです。ケーキ作るビーってやつ、あれでも全然平気。はい、僕はブレンダーでやります。あとね、今回つけて食べるように、もうね、切ってあります。きゅうり、人参、ゆで卵。これがもう僕マヨネーズがね、一番味がわかるやつ。僕クラスになるとね、マヨネーズを食べるがために野菜を用意するんでね、野菜を食べるためにマヨネーズを用意するんじゃないですよ。マヨネーズが食べたいから野菜を持ってくるんだね。なんで、そんな感じでやっていきたいと思います。このマヨネーズね、もうマヨネーズがうますぎて、マヨネーズ単体だけでも超めちゃめちゃおつまみになっちゃいますんで、それを見越してですね、絶対に酒が欲しくなると思うんで、あらかじめ作る。アルチマシン2号ビュー入れていきます。出てきます。これからマヨネーズでたっぷり食べるぞ。ということでやっていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずね、卵1個ね、これまあ M サイズでも L サイズでもいいんですけども、僕今回 M サイズがもう多分でやっていきます。はい、でここに調味料を入れていくんですね。卵1個あってここにさっき飛び散ったやつ、ちょっと、まずね、お塩、はい、小さじ2分の11個ね入ります。ちょっと強めの味です、僕酒飲みなんで。はい、ここら辺はね、調節しても大丈夫なんでね、心配な方はね、小さじ3分の1ぐらいからやってもいいです。はい、味の素4振り、これで旨味つけていきます。あ、でね、今回のマヨネーズはもうね、3分ぐらいでできるんで、ホワイトペッパー1,2,3,4,5振りです。はい、これで香りで、あとこっからレモン汁ですね。レモン汁はね、ここに絞ってください。ここに絞って、まあ今小さじ1杯ですね。はい、はい、これで小さじ4、小さじ2ですね。レモン4分の1個で、大丈夫だと思います。はい、まあ、コンクタイプのものだったらね、小さじ2杯入れてくださいね。はい、そしておろしにんにく、
これぐらい、まあ小指の先ぐらい。生のニンニクってかなり効くんで、余ったニンニクはこれ刻んでね、オリーブオイルにつけとくといつでも使えますんで、ペペロンチーノとか作るときにすごくいいんで、この状態で一回ねブレンダーかけます。じゃあブレンダー、僕のチャンネル初めて使うかな。じゃあいきます。まずブレンドします。まあ、まあ卵液にしていくんですね。でここに油を 140cc だから、米油ね 140cc でね、マヨネーズってめちゃくちゃ簡単に作れるんですよ。糸を垂らすよ。少しずつ加えていきます。そうするとね、だんだんねマヨネーズが固まってきますんで、そしてね、もう全体混ぜていく。これをね泡立て器でやると死ぬんですよ。これはね、文明の力使った方がいいです。こんな感じで、で、この内側にもついてますんで、これちゃんとね、スパチュラでちゃんとかき出しましょう。あ、また飛んじゃった。で、卵の粒子とですね、油と、お酒結合することによって、このようなね、ちょっと固めのマヨネーズがね、結構たっぷりできるんですよ、1個で。で、塩分的にはね、結構、市販のものぐらいの塩分があると思います。はい、これをね、お野菜につけると最高にうまいですから。はい、まあこんな感じ、もうね、たっぷり盛っちゃいましょう。マヨネーズ食べ放題ですから今日はね。で、さっき盛ったもうお野菜と、もうポッキングさせる。もうこれで完成。はい、至高のマヨネーズ with 野菜茹でた、完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。まずはきゅうりからでしょうか。これぐらいつけていっちゃいますよ、これ。いただきます。うおうまっ。マヨネーズなんだけど、なんかこう極上のクリームを味わってるような感じですね。これはね、主役マヨネーズだわ。もうマヨネーズを食うための野菜が存在してる感じになってるわ。じゃあちょっと人参も。うまっ。人参はね、人参の甘さがかなり引き立ちますね。もう毎日これでいいわ。これお酢じゃなくて生のレモンの果汁でやったんで、すっごくね、酸味が柔らかいんですね。市販のマヨネーズももちろんすごく美味しいんだけど、これはめちゃめちゃ丁寧に作った味がする。僕がね、あんまり酸っぱいの得意じゃないので、マヨネーズもこれですわ。絶対に常備しときたい。そして大本命、ゆで卵、半熟に茹でときました。これはね、フレンチでね、ウフマヨっていうのがあるんですね。マヨネーズをかけたゆで卵、このウフマヨ絶対美味しい。これですよ。うまい。ちょっとやばいと思う、これ。ちょっと世に出してはいけなかったんじゃないかっていうふうに思います。マヨネーズ自体はね、スパイス結構入ってるんですけども、そんなにね、尖った味じゃないんですよね。すごくね、まろやかです。香辛料がね、ちょっと後からふわっと感じてくるような感じで、すごいね、食べやすい。このマヨネーズ食ったら他の食えないよ。たまらん。これはね、食べてもらいたい。じゃあ、徹夜サンデーです、今日は。どことは言わんけど、市販のマヨネーズ。まずこれで食って、俺も食べてみる。いただきます。うまい。うまい、うまい、うまいよ。うまい。いつもの味。いつもの味だね。じゃあ、至高のマヨネーズ。第2位。あ、でも柔らかい。柔らかさはこっちの方があると思う。いただきます。手作りすると面白いね。うまっ。これね、全然違う、別物でしょ。俺はね、人参の方がうまいと思う。うまっ。甘みが立つでしょ。人参あんま好きじゃない。俺もあんま好きじゃない。これこのマヨだったら本当いくらでも食える。うまいでしょ。このマヨだったら食えんのよ。多分一番の特徴が酸味が全然違うと思うんだよね。そうだね。普通のマヨネーズは酸味めちゃくちゃある。めちゃくちゃあるよね。酸っぱいのね。なんだけど、俺のマヨネーズはかなりなくしてるんだよね。もうもう。そこが完全別物だよね。コクがあるっていうか。どっちかというとマヨネーズなんだけど、ちょっとクリームに近いような感じ。クリームソースっぽいでしょ。そうだね。そっちの方が分かりやすい。市販のマヨネーズよりは物を選ばないと、多分魚のムニエルとかにかけても、もうこれ単体でソースになっちゃう。そうだ、なんか全卵でやってるからもっとシャバシャバになるのかなと思って。ああ、そうそう、違うんだよね。卵黄とかでやると硬くなるんだけど、これはこれぐらいの硬さのソースの方が、いろんなものに使われると思う。酸味がそんな高ったないから、かなりね、生きるんだよね、食べるもの。この卵もうこれはほぼフレンチだからね、これ。いただきな。間違いないでしょ。
そのままサンドイッチにしたい、うん、あそれ最高でしょこれはもうこれはすごいね、うん、手作りしてそんなにだから特殊なのも使ってないのに、うん、ちょっとね俺っぽくないんだよねかなりフレンチっぽいんだよねおしゃれ、うん、やっぱ至高だからねあいつもねニンニクとバターね、うん、今回ニンニクちょっと入ってるけどちょっとでした、うん、ちょっとこういう繊細な味もあるんだよっていうのをね皆さんにねお教えしたかった、うん、もっと酸っぱいのが良ければ酢足せばいいし、うん、もっとしょっぱいのが良ければ塩足してもいいしもっと塩分控えめにしてたら、うん塩分をカットしてたら、うん、あのいろんな形で使えるからマヨネーズってこんな簡単にこんな美味しくできるんだっていうのを皆さんに伝えたいそしたらあとはねカスタマイズもう自由だからもっとニンニク入れたりしてもいいしいやーさすがよおしゃれ番長おしゃれ番長おしゃれ番長ちょっと見せたかということで今回の試行のマヨネーズいかがでしたでしょうか今僕ほぼ中毒になってますはいめちゃめちゃ美味しいどんなものにでも合う最高のマヨネーズこれね本当に美味しいんです皆さんまだ手作りのマヨネーズの味を知らない方すごく多いと思うんで、これねぜひねまあちょっとハンドブレンダーとか、ハンドスピナーとか、ハンドスピナーはあれかハンドスピナーはこうやってハンドスピナーじゃないですハンドブレンダーですハンドブレンダーかハンドミキサーお持ちの方はもうすぐ試せるようなレシピになってますのでぜひ皆さん試してみてくださいでここにも、いっぱいついてますのでああああこぼしたまあそれぐらいになってたんです